皆さんどうもお疲れ様でした。私も昨日から、昨日夕方から来られたら残念だったんですけど、このオープンビューティーに参加しましたね。大変勉強になりました。それで今もたくさんの報告とコメントがあってですね、もうそんなにいいこと何もないと思うんですけど、まあ最後のクロージングっていうのがいいと思いますから、ちょっとまとめてみました。それでただ私の発言というのはあくまで私は大学の教員としてですね、それでいくつかの立山プロジェクトをやってまして、そのうちのすごく大事な場所がですね、この金倉でいろいろお世話になっているわけですね。ですから自分たちのやってることは割とよく知ってるんだろうと思うんですね。しかし金倉にいろんな方が出入りされてですね、いろんなことされているってことについてはやっぱあんまりよく知らないんですよね。正直言ってそうなんです。それがすごく問題じゃないかなと思ってましてね。ですから今回この、集まりをやるときにですね、できるだけここを使っている方々にですね、広く来ていただく、それから金倉以外の活動されている方にも来てもらったらいいんじゃないかという、そういうことを言いました。ですから、どうしても私の話は地元をよく、この金倉をよく知らないということでですね、どうしても自分たちのことに偏りがちなので、それはちょっと申し訳ありませんけども、お許しいただきたいと思います。まあ、それで、これは私の偽らざる印象なんですけど、金倉はブランドであると思うんですね。例えば、先駆的里山に指定されております、日本の里山発生になっている。で、今度、ジアスでもですね、その中で金倉は大きな目玉だと思うんですね。だから、間違いないと思うんですね。まあ、しかし、やっぱり人口も増えたりですね、いろんなことがなっている。ですから、このブランドであることはもう間違いないんですね。この近々からこのことを何とかするためにですね、先ほど の私たちのグループで岡本さんが言ってくれたね、将来に向かってですね、この素晴らしい金倉をね、よりいい形で何か残していく、そのことを、そういうことがすごく大事だということだと思うんです。それで、大事なことはですね、まあこれ、私も大学におりますとね、よく自己紹介しろとかね、大学評価を受けなさいって言ってくれるんですけど、そうするとね、もう本当にかなわないっていうかね、形式のための自己評価の時間を取ったりですね、いっぱいしてます。それで私は、センター長もやってるもんですから、こういうことを組織さんやったんですね。しかし、私はここで、ちょっとこういう嫌な言葉を書いてるんですけど、やっぱり大事なのはね、自分のやってることの評価ですね。自分のやってることの評価を、やっぱりどんどんやっていってですね、それでグレードアップを目指さないと、同じことをずっとやったらね、それは外部資金も取れませんし、人も集まってくれなくなるんですね。ですから、あえて書いたんですけどね、自己評価もするしね、外部評価も受ける。これは、私たちが言いますね、私がやっているプロジェクトの評価をね、自分たちでやっている。何をかけているのか、次はこうやるべきじゃないかということを、普段にこう考えているということだと思います。その時に、じゃあ何を評価するんだということですね。何が本質なのかっていうふうなんですね。そういうことを考える必要があると思うんですね。それで、そういう意味では、日本の里山評価というのをですね、石川県庁にすごく協力していただいて、それからここにいる保有さんと一緒になってですね、もちろん、たくさんの方に協力していただいて、日本の里山評価というのを、去年の国連の時に発表したんですね。国連大学と共同でやりました。その時の目標をちょっと簡単に言いますとね、それは北信越の里山、それから日本全体の里山について、里山農業について評価したんですね。そのまず目次のやつの内容なんですね。これまでの歴史的な変化ですね。だから、体が1500年あるわけですね。それと、やっぱりこう最近50年どう変わったのかということをですね、ちゃんと客観的に整理する。それで、古市さんが今やっているようなですね、金倉の GIS を作ったりですね、そういうことをやらないとですね、これやっぱりダメなんですね。金倉は古いですよって言ってるだけではダメだから、その具体的な、特に最近50年はみんな記憶にあるわけですね。ですから、それがどう変わったんだということをまず整理して後する。最近これ岡本さんも言ってます。その次に、じゃあ、そういうふうに変化してきた、変化してきた要因は何かですね。直接要因と間接要因というのは2つあるわけです。ちょっとそれ、じゃあこの変化は一体なぜ困るのかですね。あるいは、どこがいいことになっているかとか、そういうことをやっていく。それと、その時ですね、こういう、例えば、里学校高齢化というのが起こったときに、いろんな手を消してるはずなんですね。いろんな補助金がしたりですね、それから、今、万東営なんかもそうですね、それからこの会をやっているのもその一つなんですね。
それからそういうこれまでどんな手を受けたかということを整理するに必要があるんですね。それから数字にやろうとしたりとかですね、それから教官に北県開いたんですね、今のでやったら、それから自然な研究がオープンになったとかですね、それでいろんな手を受けたわけで、それをちゃんとこう整理してですね、それでそういうふうな対抗策を受けたわけですね、これ英語ではレスポンスって呼ばれてるんですけどね、それで本当にそれがうまくいったのかどうかですね、まあそういうふうなことを考えられる。それからもう一つは、ね、将来、どんな科学にしようとしているのかですね、あるいはどんな領土にしようとしているかっていうですね、まあ、これはなかなか難しいことなんですけどね、将来像を考えて、それにはどういうふうに今からやっていたらいいかということを整理していくということだと思います。それで、一つはですね、やっぱりネバルドックを持続的にやっていく必要があるんですね。だから同時に、常にグレードアップができないかというですね、そういうことを考えていく。そうすると、今は何をかけているかということですね。それでできることは何かというふうにやっていく。これはもう、何考えても当たり前のことしかね、言ってないわけなんですけども、そういうことが言うと思います。それで特にですね、欠けているものが随分たくさんあるんですね。ちょっと短期については私はあんまり言えないんです。例えば石川県は生物に対するビジョンという大変素晴らしいものをね、3月末に発行したんですね。それでそこで、いろんなことがいっぱい変わって、もう大したことが変えたんで、ね、しかしね、インフラが欠けているということですね。インフラ、生物の多様性を、調査してですね、それを活用するためには、インフラを抱えていると、私は3年ぐらい前にね、小さな時に行ったんですね。それは何かというとね、一つは、博物館であるとかですね、それから生物の分布図であるとかですね、これ基本的な情報の整理がされてないということですね。それからもう一つは、そういうふうな整理をしたり、保全をする人材養成ができてない。まあ、人材があまりいないということなんですね。まあ、そういう、欠けているインフラは何かということですね。まあ、そんな、ことになります。ですから、さっきの最後の岡本さんがさっき喋ってくれた研究ライブラリーで言いますとね、カナダ大学が何年間も来ているのにですね、基本的な情報をちゃんと整理してない。それから、非常に初歩的な調査しかできてないっていうですね、その辺にあると思うんですね。ですから、これは私たち自身が一生懸命やるんですよ。それでもっともっとそのために地元の協力を得る必要がありますし、地元に耳を貸さないとですね、詳しいことがわからないと思うんですね。それで、まあ、今回のこの技術はどうだというふうに私が思っているとちょっとここに書かせてもらったんですけど、まあ、一つで言えば、やっぱり画期的な集まりができたんじゃないかと思っています。それで、その一つはですね、例えば私よく知らなかったんです。万東園に僕は割と無関心になったんですね。たくさん人を集めてるけど、本当に意味があるんだろうかというふうなこともちょっと思ってたんですけど、昨日、井上さんたちと一緒になって話をしてましたんですね。これが大変なものも当然意見もあるんですけどね、村の人にとってすごい集約点になっているとかですね、それでもう一つは、これをやってるのは、この集落全体の備え会というんですかね、そういうところが主になって、お世話されているとで。我々が研究しているときにはですね、そんな町全体ではなしにですね、特定の方が窓口になってやっている。だから、大学とそれから地域がやっているときにですね、窓口がいろいろあったらいいと思う。どれぐらいの人が伝わるのかどうしたかという考えながらやっている。そうすると、私は今、マントイの大変興味を持ってましてね、マントイは、さっきはちょっといろいろ限界もあるって話もあったんですけど、マントイがどういう説明されてですね、どこに限界があったり問題があるのか、どこを直せば、さらに良くなるかとか、そういうふうな調査をしていくようなね、まあ、大体ではそういうことが必要だったんですね。ただに大学は若い学生を送り出してね、なんか手伝わせ、こんなことだけはダメだったんです。それから、自発に認定されたというのは、もっと大きな意味をね、追いかけはあったんです。それから、さらに先ほど出てましたけども、デスアートが整理されてですね、まあ、3人のね、若いですけど、頑張っているというようなことですね。それから、私たちが、まあ、パラダイスでやっている桜マイスターとか、生き物マイスターの関係者も今回出てますしね、まあ、そういうですね、大学としては、とりあえず準備がしてきたことが少しずつですね、動いてるかなというふうに、まあ、私はそういうふうに思っています。それから、これも井上さんの話を聞いて、十分そうだなと思ったんですけど、地域の方と連携したというような点、例えばプロデューサーのラジオ映像だったりですね、そういうことでいろんな情報を集めたりですね、それから今日も、東京大学の
中田さんも来られてますけどね、いろんな研究者が今日も来られてますけど、次の世代のもっといろんな人が集めることができるんじゃないかと。まあそういうふうに、背景時代がかなり進んだことがあってですね、それをさらに進めるためにこの集まりをしたんじゃないかと思っています。それで今回特にブレイクアップされているのは何かというと、グループワークの専門家がですね、ファシリテーターとして出されて、それで、プログラムを出されてですね、それに沿ってやったことですね。まあ時間配分とかいろんなこの点では、まあ、いろんな意見もあるかもしれませんが、いずれにしても誰もですね、そういう専門家がですね、参加して、それでやったことですね、多彩な参加者があった。特に若い人が随分つけるとかですね、他の研究者専門家が来られたりですね、している。まあそういうふうに考えますと、大変大きな活気をこう、吐き出があるんじゃないかなと思って、それで、この9月に、例えばですね、さらに発展させるために、9月に、神奈川大学では、全国、地域再生サミットっていうのをやるんですね。そういう時にも、全国からよく集まってきます。それで、この金倉とかですね、それ以外の、地元のいろんな、地域の方も集まってですね、まあ、サテライトの集会であるとかね、文化会であるとかで、そんなことができるんじゃないかというふうに思っています。それで、もう一つ、最後にちょっと思ったことなんですけど、やっぱり、自分が主役だっていう、これは主役さんなんですね。自分が主役で、自分が教える方だと教える方だっていう、金倉学校のコンセプトをおっしゃってますけども、例えば、あそこにある、ゲストハウスですね、そこにいる三友さんがですね、少なくとも自分が社長で、所長だっていうふうにね、考えて、そこで、マネージャーに考えてもらって、もちろん、地域に、お世話になってるわけですから、地域とマークですね、やるのは、それは、社長なりね、所長の役割だと。そういうふうに、いろんなプロジェクトがあると思いますが、みんな自分が所長だって社長だってですね、リーダーだっていうふうに考えていただきたいと思いますね。それから、まあ、最後なんですけど、元の立山里見ピアスというものが、家族と一緒になってですね、これからやっていくことになります。ものすごく、連携ができると思うんですね。その時に、元の方は結構難しいんじゃないかっていう、観測があります。それは何かというと、八つの自治体がですね、一緒になって、協力を作ってるんですね。それから石川県もおられるし、農政局、まあ農水省ですね、そんなのもあったりですね、します。ですから、なかなかこう、無品ということがあるかもしれない。しかしね、これはやっぱり、与えられた条件なんですね。能登という地域が、そういうもんなんですよね。ですから、それぞれの地域が個性を持ってですね、割と独立的にやってきたんですね。その中で、かなり、中心の役割を持っているのと、金倉はね、もっと大きな場所だと思うんですね。ですから、ジアスについて、今日も話出てましたけど、ちょっとよく本気で、勉強してみると、さっき難しくなくてですね、書類を読んでですね、どれが使えるかというのを考えたらですね、そうすれば、一般論として、もっと交流増やすとかってなくてですね、ジアスを使って何ができるかということですね。あるいは、ジアスは伝統文化、新しい文化って言ってますから、今の金倉の万東英語ですね、ジアスのところにもっと宣伝できないかとかですね、まあ、いろんなことが含まれています。ですから、八つも自治体があったりして、難しそうに見えるところをですね、逆手にとってですね、それで八つの自治体は同時に、それぞれの個性を生かしてやっているということを発信していくという、まあ、そんなことができるんじゃないかなと思っているんですね。と言いますのは、世界中のジアサイトはものすごく小さい場所なんですよね。特定の場所だけがジアスに指定されています。ここみたいに、たくさん の自治体がですね、まとまって入っているところはありません。ですから、そういう例としてですね、できるんじゃないかなと思っています。まあ、もう、いうことを全部言ってしまったんです。まあ、ですから、連携、ここでは金倉の話をしているわけですから、あんまりジアスの話ばっかりしてもしょうがないんですけど、まあ、これは例えば金倉とですね、それから、石川県、能登半島の他のジアスの場所ですね、例えば能登島とかですね、いくらでもあると思うんですよ。だから、もっとお互いにその特色を出してですね、能登ジアスの中にいろんなサイトがあることをもっと確認していくとかですね、それから、国内にもっと新しいジアスサイトを作らせるということですね。今、日本に2つしかないわけですね。北陸ばっかりなんですね。
そうじゃなくて九州にも東北にもですね、すごい意図があるわけですね。だからもっとそういうのを増やしていく。それから国外に面白い自発体制いくらでもありますね。こういうところを一緒になってですね、連携していくのを考えたらいいと思います。まあじゃあ金倉の再生ってどうだって言って、やっぱりこれものすごく困難なことがいっぱいあると思うんですね。これはさっき岩瀬さん申し上げたように、国内外の大きな状況っていうのがあるわけですね。まあ、そこで何をすればいいかということは、さっきから出てるようなですね、ことですけども、やっぱり担い手っていうかね、ここに関与する人をですね、さらに若い人を外部から呼んできたりですね、内部の方をもっと参加してもらったりですね、まあ、そんなふうなことをして、それから新しい社会の仕組み等を作ったりですね、都市から人を呼んだりするようですね、まあ、そんなことができるんじゃないかと思ってまして、昨日と今日のですね、この集まりっていうのは、そういう一つのね、スターティングポイントとしましてですね、まあ、新しいスタートですね、金倉では昔からいろんなことがされてますから、まあ、その中で、割と新しい側面がですね、開けてきたんじゃないかなと。まあ、それで、ジアスというふうなですね、割と、農業ですからね、金倉にとって考えやすい具体的な、ツールがあるんじゃないかというふうに思っています。どうも、まとまらない話だったんですけど、ありがとうございました。聞いていただきました。